斜線陣は、集団を斜線上に配置した陣形である。眼光、定型陣、エシュロン体系という呼称もある。デウクトラの戦い定媒の将軍、エパメーノンダスが、デウクトラの戦いにおいて、ファランクスを変形させ創作した陣形である。敵のファランクスの弱点である右側に対応する、自軍の左側に、主戦力を配置し、戦力の弱い右側へ行くに従って、 突撃を遅らせ、敵陣を左から崩壊させる。この戦術においては、兵力のバランスと突破のタイミングの正確な予測が必要となる。古代ギリシアでは、密集した重層不評が同時行進し突撃するファランクスを用いた回戦方式が行われていた。ファランクスでは、個々の兵士が左手に持つ盾がすぐ左に位置する兵士を半分覆うが、 左右列の兵士は右側面が無防備で弱点となる。弱点をカバーするために最も屈強な兵士を右側に配置しやや右へ射行することが多かった。射線陣は敵のファランクスのこうした弱点をつくため自軍の左翼に突撃兵力を集中させる戦法である。弱点となる右翼のファランクスの突撃開始を遅らせることにより上空より見ると 人形が射線を描くようになり、車線人と呼ばれる。デウクトラの戦いにおいて、スパルタを中心にしたペロポネソス同盟軍と対峙した、エパメーノンダス率いるボイオティア軍は、射線人を採用し左翼へ兵力を集中させた。ファランクスでの一般戦列が8列から16列で、あったのに対し、車線人左翼の厚みは50列あったとも言われる。ペロポネソス同盟軍は、 再生へのスパルタ軍が右翼を担っていたが、突撃を遅らせたボイオティア軍右翼が、ペロポネソス同盟軍左翼と激突する頃にはすでに、ペロポネソス同盟軍右翼は崩壊し、指揮官のスパルタをクレオンブロとスイッイは廃止した。その後、マンティネーアの戦いで、エパメーノンダスは戦死し、彼の戦闘競技を継承できる人材はもはや、定廃にはおらず衰退した定廃は、 ギリシアの派遣を失ったが、車戦人をはじめとする戦術は、その時定媒へ人質として送られていた、マケドニア王国のピリッポス二世によって受け継がれた。その戦術を改良した、彼はカイロネイヤの戦いで、アテナイ定媒連合軍を破り、ギリシアの派遣を手中に収めた。またその王子のアレクサンドロス三世はこの戦術に、騎兵を併用することで、 ペルシャからインドまでを侵略した。右にエシュロン体系を組んで飛行する OS2U1943 年の撮影戦闘機同士の空中戦は第一次世界大戦では1対1が中心であったが第二次世界大戦が始まる頃にはアメリカ海軍ではエシュロン体系が中心となった。エシュロン体系とは基本を2機とするエレメント2個エレメントで1個フライトと する戦闘機の変隊である。ありがとうございます。